はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。外役の申し子龍です。さあ本日なんですが、なんか外役の申し子ってかっこよくない？格闘の神の申し子みたいな、神の子キッド紀文みたいなね、ノリでちょっと外役の申し子というね、異名を自分で自分につけたんですけれども、ちょっと気に入ってます。で、本日なんですが、皆さん、エンタメイトドラ猫っていう最強モンスターご存知ですか？これね、これなんだっけ、パックか、違うわ、レベルアップ報酬だ。ゆうやのレベルアップ報酬でもらえるこのエンタメイトドラ猫っていうモンスターなんですが、めちゃくちゃ害悪です。こいつめちゃくちゃ害悪です。丸一番、一ターンに一度相手のモンスターの直接攻撃宣言時、その戦闘で発生する自分への戦闘ダメージゼロになるっていう、なんかちょっと若干のカイトロイド味を感じるね、若干のカイトロイド味を感じる効果をしているんですよ。で、しかもこれペンディラム効果なんで、ペンディラムスケールにセッティングしたら使えるんですよ。しかもペンディラムスケールにセッティングしたら毎ターン使えますから、これ毎ターン直接攻撃を必ず1回ゼロにできるモンスターっていう、モンスターっていうか、まあペンディラムスケールにセッティングできるモンスターっていうことなんですね。これめっちゃうざくない？めっちゃうざいと思うんだよ俺。で、このカードを使って何をやっていくかっていうと、もちろん外役の申し子なんで外役をしていくんですが、なんか、新しいね、リミットレギュレーションでね、このね、エンタメイトコールっていうカードがリミット1になるらしいんですよ。これリミット1になるらしいんですけどね、これね、使ってる感じね、リミット1でよかったって思った。これなんでかっていうと、このカード、ドラ猫2枚サーチできるんだよ。これやばくて、これドラ猫2枚サーチできるの、これ。これ相手のモンスターの直接攻撃宣言時に、その攻撃モンスター1体対象にして、その攻撃を無効にして守備力の合計が、対象のモンスターの攻撃力以下となるようにデッキから EM モンスターを、2体まで手札に加えるっていうことなんですけれども、これね、こいつね、100だからさ、攻撃力が。これ、ね、ほぼほぼ手札加えられるんだよ、2枚。ドラ猫が。うざすぎて、このカード。これね、さすがにリミット1でよかったなって思った。ねえ、デッキなんですが、基本的には、まあ、外役ムーブをしていくんですけど、まあトラップカード多めでもいいけどね、モンスターでも外役していきたいんで、基本的に。なんで、今回は妖戦獣を採用しました。はい、妖戦獣ってめちゃくちゃうざいじゃないですか。褒め言葉ですよ。めちゃくちゃうざいじゃないですか、強すぎて。なんで、この妖戦獣ギミックを使ってワンドローも入れながら、なんかめっちゃうざいトラップをいっぱい引いて外役していくっていう、で直接攻撃をドラ猫とカイトロイドで防いでいくみたいな感じですね。はい、あのね、使ってみたんですけど、まあ、もちろんバック除去が結構強いデッキ、例えばハーピーの狩り場デッキとか、あと、サイクロンがめっちゃガン積みされてるデッキとか、そういうのは辛いです、普通に。なんですけど、そういうデッキ以外であれば、あのね、直接攻撃毎ターン毎ターン防いでくれるんで、結構強かったですね。はい、結構強い。なんかふざけて作ったけど結構強いです、それ。俺デッキドラ猫ガチうざい。一番うざいのはね、このね、エンタメイトコールっていうね、このカードが一番うざかった、使ってね。はい、2枚サーチをやばすぎる。早速 ね、ドラ猫の強さを見せていきましょう。ドラ猫使う前にこの強いトラップで勝っちゃうっていう試合結構多いですけどね。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、闇遊戯くん、よろしくお願いします。デュエル3倍。お前のセルフ BGM めちゃくちゃおもろくていいわ。こいつ最高だわ。セルフ BGM をね、使うキャラクターって大体キャラクター的にかなり魅力が高い、まあ、遊戯王人気が高いキャラクターなんですよ。例えば、満足さん、キリュウさんですね、キリュウ京介さんとか、それから、あの人カイトさんとか、まあ、この沢谷さんとかね、人気キャラクターすごい、大体セルフ BGM使えるっていう、セルフ BGM 使いっていう、素晴らしいですね、本当に。ダルク DD、 そういえば DD も強化されますからね、今後ね、まあ、ペンデラムスケール貼るスキルじゃないと無理だけどね、DD は、まあ、契約書があるから、ペンデラムスケールを貼るスキルじゃないと多分使えないと思うけど、今俺が使ってるスキルじゃないんで、なんですけど、ペンデラム来たらね、いろいろね、強いモンスターいるみたい。俺は DD は正直全然組んだことなくて、詳しくないんだけどさ、うちの幹部会にさ、DD 詳しい人がいるからさ、また聞いとくわ。とりあえず天キャット、ベオルフは絶対にバウンドしないといけないんで、ベオルフは絶対にバウンドしましょう。ベオルフでバック除去したのが一番やばいんで、でカマニタチ召喚、そしてカマニタチの効果でカマニタチを召喚、
かまいたちペンデラム召喚みたいな動きするぜ。これはペンデラム召喚ではないかな。ペンデラム召喚みたいな動き。ダルクは別にいいか。ダルクは別にほっといいんだよ。セットセット、これでどっちか使えればまあいいでしょう。カマイたちで攻撃だ。950ダメージ受けろ。カマイたちの効果発動。戻れ、戻ってこい。お前らよしぞ。よし、これで盤面がガラ空きになった。さあぶん殴ってこい。わからしてるからぶん殴ってこい。継続魔法発動。あ、契約書。これ三面展開されて波紋のバリアが破壊された場合だけやばいですね。継続魔法。はい、契約書いいです。でもこっから三面展開無理じゃね。契約書なんか持って、これやばいこと起きるかな。これスライムで融合して墓地から育てみたいなのできる、これ。あ、でもあれか、やばい、魔神王の契約書あんのか。普通にやばいか。ペンドラゴン、はあ、やばいかもしれないな。スライムとペンドラゴンでこれ融合した。あ、バトル、モンスターでダイレクト。じゃあエンタメイトコールで、エンタメイトコールの効果、お前の攻撃を無効にし、そしてエンタメイトドラネコをテクナに加えるぜ。さらにドラネコをテクナに加えるぜ。いや、これリミット1だわ。やっぱこのカードなんかあらかじめリミット入ったんですけど、リミット1だわ絶対に。強すぎるもん。エンタメイトコール、ドラネコサーチはさすがにやばい。そしてカマイたちを召喚し、カマイたちの効果を発動。ちなみにドラネコはペンデラム付けに貼っておくことによって直接攻撃を無効にできる。2枚貼っておいたら2回発動できるぜ。つまり2回の直接攻撃を無効にできる。マイターンだ。よし、カマイたちの効果でお前のボンスターバウンスさせてもらう。くらえ、ワンドローを発動して、サーブ、はい、神ゲー。強すぎるって。困ったもんだよな。悔しいでしょうね。今回の演目はさあ、お相手の方はゆずちゃんじゃないですか。新しい、ちなみになんですけど、あのゆずちゃんの勝利画面に和気すごくいいですよね。私のターン、ペロペロしたいですよね。ゆずちゃんの和気ペロに一体いくら払えるか議論していいですか。僕だったら5万払いますね。5万でどうですか。5万で和気ペロいいね。まあ、5万から10万だったら出しますよ全然ね。ちなみにあのゆずちゃんの幻想デッキ強化されすぎて、まあ、どうなるか分かんないけど、この人ゆずちゃんの幻想デッキ強化されすぎ問題っていうのが発生しました。多分ですね、運営にあのゆずちゃんの脇をペロペロしたいやつがいますね。はい、絶対に。あ、幻想だ、来た。幻想の乙女ソナタ。ソナタのね、このね、なんかね、スリット入ってるこのスカートめちゃくちゃエロいんだよ、ね、で、プロディジーモーツァルト。で、プロディジーモーツァルトはこのなんかババアみたいななんかスカート入ってるんであんまり可愛くない。で、これもそう、乙姫はね、ババアだから。どっちかっていうとあのね、乙女と乙姫がいる。乙姫の方はババアなんですよ。で、乙女はまあなんだろう、美少女なんで、まあ、僕は乙女の方が好き。すごい盤面ですよ。ものすごい盤面だ。盤面すごいな。で、最強なカードを、セット、とりあえず召喚する。御立召喚、御立効果、御立効果で伊豆名内召喚。伊豆名内の効果発動。カード1枚ドロー。なんだろう、違う、ブラフかな。最強でもない。なるほど、あのシャドウなんだ。プラスペンデラムしかついてますよ。さあ、これで地獄みたいな盤面、直接攻撃を1回防ぐドラネコ、そして相手の攻撃宣言に全てのモンスターをデッキバウンスする波紋のバリア、そして、全てのモンスターの打点がゼロにできるほぼ、分断の壁、そして、2枚バウンスできるイタチ風。はい、最強ですね。はい、向かうところ敵なしといったところ。局所的ハリケーン、まあ、禁止にしたのマジ恨んでるね。あ、はい、帰って。それはどうさよならさよならさよなら。はい、はい。悔しいでしょうね。頑張ってらしたモンスター全部デッキバウンスされて悔しいでしょうね。さあ、イズナムチを召喚していく。そしてイズナムチの効果を発動し、カードを1枚ドローしていく。長男もまあ強い、まあ、強いところ。バトルか。さあ、バトルフェイズ、イズナムチでアタック。そしてイズナムチが戦闘のダメージを与えた場合の御立の効果によって、これは一回大谷翔平かな。大谷翔平を手札に加えていく。そして、御立くんの三男もダイレクトアタック。で、これターンを終了。さあ、2体戻っていく。はい、最強。はい、最強。めちゃくちゃ強いな、これ。やばいわ、やってること。オスティラード出た、デッキ UFO出ました。デッキ融合、レッドアイスフュージョン、ネオスフュージョンに続き、オスティラートっていうのがアルティメットデッキ融合カードがね、
実装されまして、幻想モンスターであればデッキ融合ができます。エンドフェーズに破壊されるっていうね、融合モンスターが、そういうねデメリットはあるんですが、まあ、破壊された場合その一組融合ザーに使った一組を墓地から特殊ができるっていう効果があるんで割と強いです。で、あ、ちなみにブルームディーバちゃん、これ戦闘効果で破壊されますので一回降ります。ナイスダッシュ、オレ。戦闘効果で破壊されませんので、これ強いからパパに言ってます。戦闘効果で破壊されないとかいうチート能力なんで、一旦お戻りいただこう。かまいたちを召喚、かまいたちの効果発動、かまいたちの効果の千倍特許じゃねえぜ。そう、まあ、これがペンデラム召喚かなっていうぐらいめっちゃ召喚してくるんです。カマミたちの効果、イズナムチを召喚、さあ圧倒的アドバンテージの差がえぐいな。カード何枚あるんだってカード何枚あるんだって、あ、強っ。妖戦獣カマイたちの効果でお前は戻ってもらう。戦闘効果で破壊されない、じゃあ戻してやるよ。一族の結集、あ、トラップ発動。一族の結集で墓地買ってきたから天使族モンスター出せる、なかなかやるじゃないか。じゃあデッドレシンするか強くて草このデッキ、多分ね手札にスコアとかあるかもしれないですよ。でスコアっていうモンスターが一応幻想モンスターをが戦闘を行う場合なんか相手の攻撃をゼロにできるよっていう効果あるんですけど、関係ないですねこっち。だってあなたのモンスターと戦闘しないんで、悔しいだろうね、悔しいでしょうね。君のデュエルは素晴らしかった、だがしかしまるで全然僕を倒すには程遠いんだよね。あーかわいい、スカート見えそう、スカート見えそうなんだ選ばれてる。そしてダイナミックイナバウアー、この俺が見さあお相手の方、ヨハン君、なるほど、新しいデッキ、肩慣らしにちょうどいいやつ見つけたぜ。俺の名前はスーパーウルトラハイパーギガリンクサオタリ、よろしくな名前投げんだよこいつ。お、モンスター攻撃表示、黒木森のビッチ、何なんかサイレントマンションか、お、ヨタノミサキ、何やばい、この動きはサイコショッカーなり岩戸、やばい岩戸は、岩戸はやばい、いやまあでもバウンセキがいいか、見せてくれよ、あー、イメージ先いいだろう。いや、岩戸は強い、普通に。その動きで岩戸出すと岩戸効果発動できないんで、普通に戻んないっていうね。これはね、割とね、相性がいい。まあ、とりあえず、でも分断の壁と、いたしかずあるんで大丈夫でしょう。こんなカスみたいなモンスター。トラップカードで処して差し上げよう。とりあえず、こうして、こうして、こうして、さあ、殴ってこい。ターンを終了するぜ。さあ来い、やばいそれはやばい、やばい、それはそれはやばい。あ、でも表側戻せるから一応、殴ればいいのか、分断の壁で打点下げて分断でもいいんだ。玉光、やばすぎる、やばすぎる、なんだこれ、最強か、禁止か確定だろこれ。